はい、皆さんこんにちは、ワネリングルフィッシュです。ウィニングポスト8の2015ですね、続きをプレイしていきたいと思います。今回は2009年ですね、プレイしていきます。まずお金が結構貯まってますので、施設を多く作れるようにですね、牧場自体の拡大を行いたいと思います。12億円投資ですね、しています。で、馬の情報を見ていきましょう。まずですね、なんといっても、大注目、今放牧に出てますけども、こちらのパワーチャンペッパーですね。朝日杯フューチャリティステークスを制してます。あとこちらのパワーチャンさんもね、すごくいい状態になってますので、期待していきたいと思います。あとはですね、ブエナビスタといい勝負したこのパワーチャン、ゴールドかな、違う誰だろう、ニサイバー、サンサイバーですね、ごめんなさい、パワーチャンゴールドで合ってるんだな。この辺りにもね、期待をしていきたいと思います。まずは、フェブラリーステークスのある2月の4週目までガッと進めちゃいます。フェブラリーは誰も出ないんじゃないかなとは思うんですけどね。おー、5歳馬4歳馬も順調に頑張ってくれてるな。お、フェブラリーステークスにパワーチャンシガーが出ますね。パワーチャンゴールドね、パワーチャンゴールドは桜花賞に向かってもらえるものと思います。4番人気にパワーチャンシガーですね。ちなみに他は誰が出てんだ。1番人気はアジュディミッツオー、地方馬か。どんなレース展開になるんだろう。 1600m のダートです。まずはね、今年は皐月賞、ダービー、菊花賞、そしてブエナビスタと争う、戦いにも、ね、なっていくと思うので、先頭2番手はスマートハルコ、スマートハルコ差し返すか。さあ、うちの馬はどこだ。ああ、最内か、開いてんのか。先頭はスコアルシチ、残り 100m。 うわー、ダメか。2番手はスマートハルコ、2着ですね。スコアル7、1着スコアル7、1着、2着はパワーチャンシガー。ちょっと前が詰まっちゃいましたね。 G1 の舞台で強心臓ぶりを遺憾なく発揮しました。勝ったのはスコアル7。ちなみにですね、期待の馬たちの状態を見ておきたいと思うんですけども、パワーチャンシグナルは、ジャパンカップ勝ってるパワーチャンシグナルは、次は阪神大賞典、で、パワーチャンペッパー、パワーチャンペッパー距離適正が1500から1900か。ダービーはちょっと難しいかな。で、さっきね、戦ってくれたパワーチャンシガーはマーチステークスと、パワーチャンシャインが阪神インバステークスに行って、パワーチャンさんがスプリングステークス。パワーチャンさんはね、すごくいいですね、距離適正、皐月賞から菊花賞までね、すくっていけそうな感じですけども、どうなることやら。まずは4月の2週目ですね、桜花賞見ていきましょう。パワーチャンゴールドですね。パワーチャン社員も阪神牝馬ステークスに出走です。
さあ7番人気に押されているパワちゃんゴールド、ちょっと見忘れましたけど間違いなくブエナビスタは出てると思うので、まあ、どこまでねブエナビスタに迫れるかというところにも注目していきたいと思います。さあいよいよ直線の攻防、先頭は競泳ステージ、さあ頑張れ、先頭いいところにいぞ、手は競泳ステージ、頑張れ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 、ああ伸びないか、いやまだまだいける、いや伸びないね、ブエナビスタ強いな、ブエナビスタ1着、2着はジェイコブロー、ブエナビスタ完勝です、カバーを寄せ付けない圧倒的な強さです。ちょっと厳しかったですね、最後ね伸びが足りなかったですね、7着というところで惨敗です。ブエナビスタ強い。さあ一方期待の皐月賞馬、パワちゃんペッパーとパワちゃん3ですね、期待しましょう。2番人気に押されてますね、パワちゃんペッパーは、枠は6枠、うん、3枠の6番かな。とにかくね、内々を回って最後の、カーブね、あんまり外を回らないで4コーナーをカーブして、これからです。ちょっと前が詰まってるか、あと 200m、 先頭はアグネスシャワー、プレザンデーブ伸びてきた、パワちゃんさん迫る、どうだ、伸びません、パワちゃんさんか、パワちゃんさん1着、2着にはどうやらプレザンデーブ安定して、よし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 、パワちゃんさん勝ったのはパワちゃんさん、ちょっと予想してた、パワちゃん、2頭ね、馬を出しましたけども、勝ったのは、パワちゃん3の方でしたね。皐月賞制覇。で、一方のパイペッパーの方はね、3着というところで頑張ってくれました。ティンバーカントリーとパワちゃんカードのこと生まれたのね、皐月賞試着、日本ダービー行きましょう。パワちゃんペッパーの方はね、日本ダービーは回避して、マイルカップの方ね、 NHK マイルカップの方攻めてもらった方がいいかもしれない、距離適正的に。いやー皐月賞制覇しましたね。で今回は、府中ステークスの方にパワちゃんナイトが出ますと。お、コースポの記者だな。建設しましょう。販路コース作ろうかな、7億円、いや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 、やめとこう、5月の1週に、種付けをしなきゃいけないですからね。お、天皇賞春にパワちゃんシグナルが出ると。種付け配合評価重視でいきます。あーディープなー、ダメなんだ、じゃあザールかな、これ見るとね爆発力もありますしね。桜キャンドルはうーん微妙だな、
常に微妙ですな。どうしよう、ハーツくらいにしとくかな。パワちゃんカードはステイゴールドとかもいいかもしれないな。どうしよう、待機シャトルにしようかな。ちょっとね距離が短くなっちゃうかもしれませんけど、パワちゃんパレードはというといいね。で、まあ、シャンカイつけるか、あーノーリーズンとかいましたね。うん、シャンカイつけましょう。パワちゃんシューズは？ワイルドラッシュ。スマイルキューティーは、あー、アドマイヤドンとかにしようかな。アルデバランにしよう。パワーチャンポーラ。なんか A 評価がな、埋まっちゃってますね、やっぱり。シルバーチャーム。黒船つけましょう。黒船、パワーちゃんトレイルは待機シャトルつけましょう。A 評価がなかなかいないんだな。桜アゲイン、パワーちゃんデュールはというとシルバーチャームをつけましょう。A 評価の馬がなかなかねいなくなってきましたね。一時代を築いた A 評価の配合が。黒船、お、久しぶりの英語だ。どうしようかな。このシネマアリーナにしようかな。爆発力もね、高いですし。ジャンポケ、オートリプライズってちょっと知らない馬だけど、ワイルドラッシュをつけて終わりです。さあ天皇賞春、9番人気か。4コーナーをカーブして、さあ早いぞ。誰だあれ、ここで先頭変わりました。東海トリックか。東海トリック、東海トリック、うわー、うちの馬は最高峰だな。まだ東海トリック先頭だ。残り厳しいな。ハイデルキッズ抜けた。ネバブション、ネバブションね、ネバブション、ネバブション。1着、2着にはどうやらハイデルキッズ。シグナルは大敗を喫したな。完敗です。着外に沈みました。いやー、シグナルも大敗です。あー、17着というところでちょっとね見せ場なかったですね。残念です。ただ走行してるうちに NHK マイルカップですね今回は。パワーチャンペッパー、ゴールド、ソニアと3頭を送り出しますか。パワーチャンペッパーはね、期待したいと思います。サツキ賞では2着に敗れてますけど、なんといっても阪神フューチャリティステークスのね勝ち馬ですからね。今日はただ雨か。
第4コーナーをカーブして、さあ最内出るぞ、上がってこい。ここで先頭はリーチザクラウド、頑張れ頑張れ、写真ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。2番手はパワーチャンペッパー、させあと200メートル、そのままそのままペッパー、いけ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 、うわ強い、うわパワーチャンペッパー強い、この馬で決まりか、パワーチャンペッパー今ゴールイン、うわパワーチャンペッパー強い、パワーチャンペッパー1着2着はフィフスペトル、パワーチャンペッパー、うん、素晴らしいパフォーマンス見せつけたね、パワーチャンペッパーやっぱ距離適性があってるレースだと圧倒的だな、うん、パワーチャンペッパー圧勝ですね、リーチザクラウンゲギアですね、完全に、うん、よかったですし、ひろふみ、ビクトリアマイルにはパワーチャンシャインが出てくれると、いや今年は本当にね当たり年だな、お2番人気に押されてるぞ、1番人気は誰だ、ウォッカか、4コーナーをカーブして、さあこれからです、先頭変わってテイエムプリキュア、差は3馬身、後続の手応えもいい、2番手はザレマ、どこにいる、うわー内側か、この差は果たして厳しいな、あと200メートル、テイエムプリキュア、させ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 、よし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 、そのまま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 、よしパワーチャンシャイン、よし2着にはどうやらウォッカ、見事に勝ちました、ウォッカを撃破、これは嬉しいな、しかしなんとか面目を保ちました、いやー去年のダービーはウォッカ、いい走りだった、いやー G1 制覇が続くな、素晴らしい、本当に素晴らしいの一言だな、穴馬じゃないだろうでもさあお金もだいぶ余裕が出てきますね、やっぱ G1 勝つと立てていきましょう、7億円の巨額を投資して拡張します、そしてそうか、6月の一緒にいずれにしても、種付けね、もう一回しなきゃいけないですからね、おダービーにはパワーチャンさん、うわーでも調子がいまいちなんだな、ここに合わせてきてほしかったな、さあダービー応援しましょう、2番人気サツキ賞馬で2番人気か、誰だ1番人気は、逆に言うとセイウンワンダーね、直線520メートル、ここからが勝負、先頭変わって、よし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 、ゴールデンチケット先頭、割ってこい割ってこい、手はゴールデンチケット、ゴールデンチケット、さあ果たして、うわーダメかー、あとどうしたどうした、うわーダメだー、いまいち伸びない、粘る、うわーもうちょくすかんなー、
1着、2着にはどうやらセウンワンダー、見事に勝ちました。マイネルカウンターセウンワンダー、わずかの差で勝利を逃しました。まだ取れないか、取れないな。5着パワーチャンスさんは5着サツキショーにね、狙いを定めて、いきましょう。悔しい。配合評価が高い馬を上から順につけていきましょう。いやー、ダービー惜しかったなー。次は宝塚記念かな。まあパワーチャンシャインね、せっかくなんで出ましょう。5番人気にパワーチャンシャインがそれともついてますね。1番人気はどうせ、あー、ウォッカか。この距離になってくるとウォッカ強そうだな。4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭はコクトスルタン、あと 200m、 先頭はコクトスルタン、一気に捉えるか。祭り田コッポ、祭り田コッポ抜けた、うわー来たー、祭り田コッポ、わずかにウォッカ、ウォッカ外から一気に来たな。この重馬場の中でさすがウォッカだな。ああ、ウォッカですね。というわけでね、9月まで一気に進めちゃいたいと思います。いや、譲りませんよ、譲りません。さあ馬情報を見ていきましょう。まずは決まってるレースはまだないですね。と
というわけで、10月の1週目まで進めます。まずは忘れないうちにね、パワちゃんシグナルが次は京都大商店、菊花賞か。パワちゃんゴールドは秋華賞、パワちゃんペッパーは次は富士ステークス。いや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 、天皇賞を行こうよ。チャンピオンシップ、これでいいでしょう。というわけで次は10月の3週まで特にないですか。さあ秋華賞ね、パーチャンゴールドとパーチャンソニアも出るんだ、ちょっとパワチャンソニアってそんな期待の馬だっけ。そうでもないんだけどな。まあでも出てくれる以上は応援しましょうね、ちゃんとね。8番人気だ。パワちゃんソニアの方が人気が高いんだな、パワちゃんゴールドよりも。さあ直線に入りました。これからの勝負、最後の追い比べ。先頭はロイヤルクラウン、厳しいかな。先頭はロイヤルクラウン、ロイヤルクラウン。すごい足できた。これブエナビスタ、ブエナビスタか。ブエナビスタ1着、2着にはどうやらロイヤルクラウン、ブエナビスタ、ついに牝馬三冠達成です。強い、競馬史に残る名品の誕生です。ブエナは強い。ちょっと勝ち目ないな、今の足見せられた感じだと。恐ろしく強かったですね。さあ菊花賞にはパワちゃん3が出ます。これ何気にすごく期待してるんでね、頑張ってもらいましょう。6番人気なんだ、どういうこと。セイウンワンダー、マイネルカウンター、あー中山フェスタ、いやー負けてないと思うよパワちゃんさん。サツキショーがねまぐれじゃないってところ見せてくれ。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭はトライアンフマーチ、アプレザンレー。ダメかー、伸びてこないかー。セイクリッドバレー、うわーちょっとダメかー。先頭だセイクリッドバレー、抜けたアプレザンレー、セイクリッドバレー先頭だ。セイクリッドバレー内枠だったんで期待したんですけどね。2着にはどうやらアプレザンレーブ、なんとびっくり、勝ったのはセイクリッドバレー。これには場内もどよめいています。
いやー、乾杯です。ちょっと敗因がわからないな。サツキ賞がやっぱりちょっとまぐれだったってことなのかな。さあ気を取り直して、天皇賞秋、見ていきましょう。パワーチャンペッパーはね、期待してますよ。3番人気、2番人気、5番人気と上位占めてますね。ポップロックか対抗馬は。ただパワーチャンペッパーの方が有利かなと思ってます。天皇賞は秋取りましょう。さあいよいよ直線の攻防、どこにいる？追い比べ、先頭は巻畑サイボーグ、巻畑サイボーグ、これからこれから、先頭外から一気に来い、名将クールや、先頭を捉えるか、来い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 、させ先頭させ、名将クールや、いけ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 、200m、パワーチャンペッパー、どっちだどっちだ、パワーチャンペッパー、パワーチャンペッパー1着、2着にはどうやパワーチャンシグナルも2着と、ワンツーフィニッシュ、強心臓ぶりをいかんなく発揮しました。勝ったのはパワーチャンペッパー、 G1 今年2勝目。いやーいいですね。あ、素晴らしい。さあこれで各馬の動向がね、どうなってるか見ていきたいと思います。まずはパワーチャンシグナルですね。ジャパンカップ連覇を狙うパワーチャンシグナル、でマイルチャンピオンシップにはパワーチャンペッパーがいますね。エリザベス女王杯には、こちらパワーチャンシャイン、あのウォッカをね倒してますからね。パワーチャンさんの方はというと、ちょっとここね、最近、ちょっと調子が伸び悩んでますけどもね、期待しましょう。エリザベス女王杯にはソニアも出ますと、こういったところでしょうか。あと地味にねパワーチャンスマイルもねデイリー杯に2歳ステークス出るっていうんで期待しましょう。まずはねエリザベス女王杯、あとパワーチャンスマイル、パワーチャンスマイルにも期待してますからね。お、パワーチャンスマイル勝った、これは期待できるな。さあエリザベス女王杯は間違いなく一番人気はブエナビスタでしょう。そうだね、パワーチャンシャインもね、ただ押しも押されもせぬ2番人気に押されてますから、ブエナビスタとシーユーを消しましょう。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってテイエムプリキュア、さあ上がったばい、後続の手応えもいい、残り 200m、 伸びてこないか、先頭だ、しかし伸ばせ伸ばせ、させさせさせ、うわ足が違うわ、迫るシャラナヤ、シャラナヤ1着、2着にはブエナビスタな、負けましたけどね。世界の強豪の前に日本勢敗れました。ブエナビスタでも最後すごい足で突っ込んできましたね。
さあマイルチャンシ、マイルチャンピオンには、パーチャンペッパーですね。ここでパワチャンペッパーが勝てば、年度代表馬も見えてきますね。対抗になりそうなのはカンパニーか、いかな、カンパニーって。ブエナビスタがね、エリザベス女王杯勝つようなことがあれば、年度代表馬もね、もう間違いなくブエナビスタかなと思ったんですけど、ここでもしね、パーチャンペッパーが勝てば分かんないですよ。さあ直線コースに、さあ来いペッパー、最後の追い比べ、ペッパー先頭はよし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 、ペッパーそのまま行け、そのまま行け、そのまま突き放せ、突き放せ、パワーチャンペッパー、よしよしよし、パワーチャンペッパー、パワーチャンペッパーだ。1着2着にはどうやらカンパニー、パワーチャンペッパー一番人気に応える見事な G1 勝目ですね。今年3勝目で、去年ね、朝日杯も勝ってますから G1 4勝目です。さあパワーチャンシグナルがジャパンカップに出走ですね。いやー、今年は当たり年だな。本当にパワーチャンペッパー、成長早めか、もしかしたら今年で引退になっちゃうのかな。シグナルは、ジャパンカップで、ね、頑張ってもらいましょう。そしてパワーチャン社員は、あー次は何に出るんだ、有馬記念か、いいね。はい、非常にいい感じで来てますけども、ジャパンカップ2連覇がかかっています。パワチャンシグナルは5番人気に押されてます。さあ内枠だ、内に入ってこい、よし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 、さあ上がってこい、上がってこい、よし行け、そのまま来い、やはり来い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 、パーチャン、パーチャン、行け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 、伸びないか、あーちょっと足が伸びないな、ウォッカ1着、ウォッカ1着にはどうやら祭りだゴッホ、これがダービー馬だ、ウォッカ、ウォッカ強いね。なんとか掲示板確保したかなっていうとこですか。うん、そうですね、到着。パワーチャンボーイ、パワーチャンボーイがG1 に出ますね。チャレンジャーズカップ。地方競馬かな？え、チャンピオンズカップなんてありましたっけ？新しくできたんだな、きっと。ごめんなさい、ちょっと恥ずかしながら知らなかったですけど。ダート1800メートル。中京競馬場ですね。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はアグネスジェダイ、しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はアグネスジェダイ、残り 200m、 先頭はスマートハルコン、残り 100m、 スマートハルコン、スマートハルコンで先頭サクセスブロッケン、決まりだな。スマートハルコン、スマートハルコン1着、2着にはどうやらサクセスブロッケン、見事に勝ちました。スマートハルコン、フリオーソ完敗です。着外に沈みました。どうしようかな。パワーチャンペッパーは有馬記念はちょっと難しいんだろうな。
あー、パーチャンペッパーは無理に、出ません。でパーチャン社員はというと出てもいいと。シグナルもまあ出ていいでしょう。パワーチャンス3もね出ていいでしょう。お、ジュベナイルフィリーズに2頭送り出すんですね。お、2番人気にパワチャンボールが押されてる。これはね、最優秀生産者に選ばれる可能性もありますからね。さあ、直線に入りました。これからの勝負。ここで先頭はパワチャンボール。このまま逃げ切れ。後続の足移動もなかなかいい。2番手は精神リターンズ。突き放せ。あー、どうだ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 。突き放されるか。いい足だ。ここから勝負。頑張れ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 。逃げ切れ逃げ切れ逃げ切れたー。パパネ。刺されたかなー。わずかにパパパネ、体勢有利。パパパネかー。刺されたかな。刺されたね。あー、刺されてますね。さあ、今度はスマイルが出てくれます。頼むぞー。このアサヒハイフューチャリティステークス勝つとね、だいぶ雰囲気変わってきますからね。2番人気、1番人気は誰だったのかちょっと見忘れちゃいましたけど、アパパネがいた年の男子馬って誰が強かったんだろう。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭変わってパワチャンスマイル2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。ここ、ね、2番手はサンライズプリンス。あと 200m パワチャンスマイル先頭だ。逃げ切れ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 。また刺されたかな。どっちが勝ったのか。また刺されたかな。さっきと同じような感じだけど、俺は際どい勝負。頼むぞ。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。よし、わずかに勝ってる。鼻差で、勝ってたでしょ今の。マジかー。うわー、悔しいなー。今の勝ってたよ。悔しいな、本当に悔しい。さあ有馬記念ね、6番人気にパワちゃん社員が押されてますからね、応援していきましょう。いやー、秋の G1 戦線、秋冬の G1 戦線はね、パワちゃんペッパーが天皇賞秋勝っただけってのは寂しいからな。コースに向きました。最後の追い比べ、先頭はベルタブルース、ブエナビスタ先頭、2番手はベルタブルース。ダメかー、ダメだなー。1から1にマイネルカウンター、ブエナビスタ、ブエナビスタ1着、2着にはどうやらマイネルカウンター。これが最強女王だ。強かった。ブエナビスタ、ブエナビスタで決まりですね、今年の年度代表馬は。
こうやって見るとね、皐月賞、NHK マイルカップ、ビクトリアマイル、天皇賞、秋マイルチャンピオンシップ。ブエナビスタもやっぱりね、強いけど、パワーチャンペッパーもね、3勝上げてますからね。タケね。森秀樹さんはパワーチャンペッパーのおかげで、勝率調教師に輝いてますよ。すごいな、最優秀生産賞は獲得賞金72億円だもんな。パワーチャンペッパーは最優秀3歳馬か。ディープだろ。あ、ブエナでしょ。まあ、こっからはもういいっすね。はい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 。はい、というわけで2008年ね、ブエナビスタの年と言ってもいいでしょう、お届けをしてきました。次回はね、2009年、しっかりとね頑張っていき、2010年ですね、頑張っていきたいと思います。引き続き応援よろしくお願いします。今回はここまで。